こんにちは、ゆっくり霊夢です。こちらは四つ道路交差点、英語にすると四つロード、国道31号線が南北に通っていて、南西に進むと本通り1丁目交差点、本通り1丁目を右折して国道31号線を約650メートル進むと呉駅前、本通り1丁目交差点を直進すると毛小屋、温度方面の国道487号線となります。四つ道路交差点から北東に約100メートル進んだ本通り2丁目交差点で、安芸郡海田町からの国道31号線は終点となり、本通り2丁目交差点より直進方向は広、竹原、三原方面の国道185号線となります。また1967年までは呉市電の路面電車が四つ道路交差点で進路を90度変えていたみたいね。四つ道路周辺は本通り1、2丁目という住所、本通りの国道沿いはフラワーロードという商店街となっていて、歩道にアーケードが設置されているわね。飲食店、衣料品店などのお店や金融機関の支店が多く並んでいますよ。呉のご当地グルメの一つに、平打ち麺と甘酸っぱいスープが特徴の呉冷麺があるわね。呉冷麺の有名店、珍来軒は本通り4丁目に店舗を構えています。四つ道路交差点からしばらく北東に進み、清水1丁目交差点を右に進むと、木造のレトロな建物を発見。現在は NGO 団体、呉 YWCA が入居するこちらの建物。戦時中は日本海軍の倉庫として、終戦後は進駐軍が礼拝堂として使用していたそうです。現在歩いているのは青山通り。この付近は青山通りの東側は青山町、西側は幸町という住所となります。今回は広島県呉市青山町の散策、狭い範囲ではございますが、よろしくお願いします。呉線のガード下を通過、呉線、広方面の電車はこの先全長約 2.5 キロの呉トンネルを通り抜けて秋谷へ向かいます。単線でほぼまっすぐの呉トンネルは結構なスピードを出すため、ゴーという音がすごいわよね。呉トンネルを含む呉線の呉から広間は1935年、昭和10年に開通しています。明治時代に呉鎮守府、呉海軍工廠、大正時代に広海軍工廠が設置され、日本海軍の一大拠点となった呉、広、呉と阿賀の間には安美山から続く山々によって隔たれていますが、昭和前期にこれらの山々を突っ切るように全長2キロ以上のトンネルが掘削されたということで、当時の呉線はかなり重要視されていたのでしょうね。戦後に呉鎮守府、呉海軍工廠跡地の一部は海上自衛隊呉基地となりますが、幸い町の青山通り沿いには海上自衛隊の宿舎が立ち並んでいますよ。こちらは呉青山中学校、高等学校、学校法人清水が丘学園が運営する中高一貫教育を行う私立学校で、2000年に中学校、2004年に高等学校が開校しました。部活動はサッカー部、卓球部、音楽部、美術部、英語部などのほか、電子工作、CG 作成、ゲーム制作、e スポーツなどを行う情報科学部があるそうですよ。呉駅から呉青山中学、高等学校へは東に約1キロ、徒歩約12分です。引き続き、青山通りを南に進みましょう。青山通りには青山町、国立病院、入船山公園のバス停が設置されていて、呉駅前から国立病院、四季久前、坪野内町を経由して鍋桟橋へ向かう広電バス4号線が停車、毎時1本程度の運行です。呉駅前から国立病院気候呉医療センターへ路線バスで向かう場合は、4、坪野内町経由鍋桟橋行きに乗車しましょう。1、昭和町経由。3、宮原経由の鍋桟橋方面は青山通りを経由しません。こちらは国立病院バス停で、屋根付き乗り場には鍋桟橋方面が停車。鍋桟橋まで約16分、280円です。鍋桟橋行きがやってきました。こちらの広電バス94814号車は、2012年に呉市交通局から広島電鉄に譲渡された車両。呉市 A バス時代は水色の塗装が施されていたようです。以前は呉市 A バスが呉市内の多くの地域で運行されていましたが、財政負担削減などの理由から2012年に広島電鉄に営業譲渡されましたね。なお呉市 A バスから譲渡された広電バスのうち、一部のノンステップバスは中ドアが開くと同様のメロディが流れますよ。こちらは国立病院気候呉医療センター、内科、呼吸器センター、産婦人科、小児科、救命救急センターなど様々な診療部門を持つ医療機関、高度医療を提供し、呉二次医療圏の地域医療支援病院となっています。
呉駅前から国立病院飛行呉医療センターへは無料送迎バスが運行されていて、病院利用者であれば利用可能。毎時2から4本の運行で、呉駅前は呉阪急ホテル前、呉医療センターは正面玄関が無料送迎バス乗り場となっています。国立病院飛行呉医療センターの場所は、1889年、明治22年、から終戦までは呉海軍病院でした。こちらは国立病院バス停の呉駅前方面乗り場、四つ道路、中通り2丁目を経由して呉駅前へ向かいます。呉駅前まで約11分、170円です。国立病院飛行呉医療センターから青山通りを挟んだ西側は、入船山公園、として整備されていて、公園内には呉市立美術館、入船山記念館、呉市民広場などがあります。入船山公園は終戦までは日本海軍の敷地だった場所。入船山記念館は木造の洋風な建物で、戦時中は呉鎮守府司令長官官舎として使われていたそう。イギリス製のステンドグラスがはめ込まれているほか、司令長官が執務を行っていた部屋には全国でも珍しい金から紙が貼られているそう。入船山記念館の周辺には呉市歴史民俗資料館、郷土館、旧呉海軍工廠等時計、東郷平八郎が約1年7ヶ月暮らしたという離れ座敷がありますよ。美術館通りは呉市立美術館の外観に合わせた景観で、レンガ風の歩道タイルが敷き詰められていて、彫刻がいくつか並んでいます。日本の道百選の一つに選ばれていますよ。美術館通りを進むと国道487号線沿いの青山クラブ付近に出ます。青山クラブは戦時中は呉海軍下士官兵集会所として使用された建物で、呉鎮守府で勤務する軍人や呉に入港した艦艇の乗組員の休憩場所だったそうです。こちらは呉海軍病院時代から残る階段みたい。階段の先に呉海軍病院の正面玄関があったのかしら。階段の横には呉海軍病院跡と記された石碑が立っているわね。1956年に厚生省国立呉病院、2004年に国立病院飛行呉医療センターとなりました。右側の呉市民広場は、戦時中は海軍第一練兵場だった場所だそうです。国立病院飛行呉医療センター附属呉看護学校が、医療センターの南側に併設されています。こちらを左折して坂道を登ると、斜面の上に建物が建っている。このような立ち方をしている住宅などが宮原地区ではいくつか見られるわね。こちらで左折すると呉看護学校です。青山通りに戻りまして、南に進みましょう。この先は海上自衛隊の宿舎が多く立ち並びます。海上自衛隊の宿舎が多く立ち並ぶ青山通りをしばらく南に進み、地方総監部前交差点で国道487号線と接続。この辺りは海上自衛隊の呉地方総監部、呉地方警務隊本部などの施設があり、メガネ橋方面の国道487号線は海上自衛隊の敷地すぐ横を通っています。国道487号線を少しだけ南に進みます。国道487号線は広島県呉市本通り2丁目交差点から宮原、ケボヤ、本堂経由して板島方面へ向かう道路、本堂大橋、早瀬大橋で海を渡ったり、海沿いを走行する区間が多いので、休日のドライブに良さそうね。奥にはジャパンマリンユナイテッド呉事業所の造船クレーンが見えてきました。ジャパンマリンユナイテッド呉事業所も含め、幸町、昭和町の国道487号線より海側の多くは戦時中は海軍用地だった場所です。総監部前バス停には、広電バス4号線の坪の内町経由鍋桟橋方面のほか、広電バス1号線の昭和町経由鍋桟橋、温度、桂ヶ浜温泉間方面が停車、昭和町、温度、桂ヶ浜温泉間方面の路線は沿線に観光地が多く、
潜水艦を間近で見ることができるアレイカラスコ島市は潜水隊前、貿易倉庫前で、狭い海峡と朱色の鮮やかな温度大橋が特徴で景色が美しい。温度の瀬戸瀬は清盛塚で降りると便利ですよ。ジャパンマリンユナイテッド久米事業所入り口付近の宮原四丁目入り口交差点で左折、東に進みながら坂道を登ります。高台からは海上自衛隊呉基地や造船クレーンを一望できるかしら。集合住宅があるのでここから眺めるのはいまいちかな。海上自衛隊呉基地放送管部庁舎はレンガ造りのレトロな建物。1970年、明治40年、竣工で、1945年までは呉鎮守府庁舎として使用されていました。米軍による空襲で庁舎のドーム部分は破壊されたそうですが、1999年に復元され、呉のシンボル的な存在となっていますよ。呉基地放送管部は第1、第3日曜日に一般公開されていて、事前に予約をすれば庁舎内や官邸を見学することができるみたいね。奥に見えるのは標高497メートルの安美山で、安美山の向こうは足立区、安美山展望台からは海上自衛隊の艦艇や、倉橋島、下釜狩島、上釜狩島など瀬戸内海の島々を一望できるみたいね。この辺りは傾斜地に住宅が多く並んでいるわね。明治時代以前の呉は海沿いの小さな漁村という雰囲気だったそうですが、呉鎮守府、呉海軍工廠が設置されると急速に人口が増加。軍艦の出入りに関して地形的に条件が良いことから呉に鎮守府が設置されることになりましたが、呉は平地の範囲が狭いことから、傾斜地にたくさん住宅が建設されました。多くの人間が暮らすにはちょっと厳しい環境ね。ちなみに現在の呉市の人口は約20万人ですが、1940年代には約40万人いた時期もあったみたいよ。こちらは広島県立呉宮原高等学校、普通科の高校で、生徒一人一人に細やかな進路指導を行っており、国公立大学、難関次第の合格者も多く輩出しているようです。宮原三丁目を北へ進みましょう。青山町は奥に見える木々の向こう側となります。急な坂道を登って疲れたわね。でも坂道を登ると景色が良いというご褒美があるからやめられないのよね。傾斜地にびっしりと立ち並ぶ宮原地区の住宅、呉宮原高等学校、ジャパンマリンユナイテッド呉事業所の造船クレーン、海上自衛隊呉基地放送管部、旧呉鎮守府庁舎、瀬戸内海などを一望できますよ。戦時中は呉鎮守府、呉海軍工廠をここから眺めることができたと思われますが、戦時中にこれらの施設にカメラを向けたり、これらの施設の絵を描いたりしたら、憲兵さん案件だったのかしらね。宮原地区の住宅は標高150メートル付近まで傾斜地にびっしりと立ち並んでいます。広電バスが通過していくのが見え、こちらは宮原経由の路線バスが通行するバス通りとなっています。この付近は道路の西側は青山町、東側は宮原一丁目という住所です。宮原浄水場は呉鎮守府などの海軍施設への浄水供給を目的に1890年明治23年に日本海軍により建設された施設。二甲川の二甲水源地から宮原浄水場に運ばれて浄水した後、海軍関連施設に供給されていたそう。レンガ造りの建物は2013年まで運転されていた定期排水機を覆うためのものらしく、宮原浄水場の完成時より残る貴重な建物で、国の登録有形文化財に指定されています。ちなみに日本の水道施設としては横浜、函館に次いで3番目に完成したらしい。戦後に宮原浄水場は国から呉市に移管され、呉市民への浄水供給のほか、工業用水道の整備も行われ、呉市民の生活や呉の工業に重要な役割を果たしています。
宮原浄水場の近くには宮原一丁目バス停が設置されていて、宮原浄水場近くの乗り場には、広電バス3号線の本通り3丁目、久米駅前方面が停車。ポポロショッピングセンター、レンガ通りに近い本通り3丁目まで約6分、170円、久米駅前まで約14分、170円です。こちらの乗り場には、鍋桟橋、本土の瀬戸方面が停車。鍋桟橋は毛小屋地区の拠点となっているバス停で、阿賀駅前、早瀬大橋方面への呉市生活バスに乗り換えが可能。本土の瀬戸バス停は本州側の毛小屋地区の南端に位置し、本州と倉橋島の間にある狭い海峡で、潮流が速いことが特徴の本土の瀬戸と、朱色の鮮やかな本土大橋、第二本土大橋を眺められる場所です。宮原一丁目を経由するのは、3、宮原経由で、1、昭和町経由と、4、坪の内経由の鍋桟橋方面は宮原一丁目を経由しないのでご注意を。先ほどの施設は呉市環境部環境試験センター、呉市上下水道局水質試験所で、浄水後の水質検査などを行っているのかしらね。宮原浄水場の敷地に沿って、北に進みましょう。この付近は道路の西側は、青山町。東側は清水2丁目という住所です。こちらは清水が丘高等学校。学校法人清水が丘学園が運営する私立の高等学校で、普通科、総合ビジネス科、看護科などを設置。ちなみに元おにゃんこクラブ会員番号8番の国章さゆりさん、本土出身の女性歌手、島谷ひとみさんは清水が丘高校の卒業生だそうです。清水一丁目交差点まで歩いてこの動画はおしまいです。今回は広島県呉市青山町を散策しました。動画の感想、呉青山中学高校、呉宮原高校、清水が丘高校などの思い出、散策してほしい場所などがあれば、お気軽にコメントしてくださいね。当チャンネルでは地域、街をメインテーマとして街散策、地域紹介などの動画を投稿しています。チャンネル登録や通知をオンにして、定期的に動画をご覧いただけると嬉しいです。鳥居の先は亀山神社、旧呉市の総氏神で、朱色の鮮やかな社殿が特徴の神社です。ご視聴ありがとうございました。